アントニエッタ・ステッラはイタリアの歌手。1950年代から1960年代におけるイタリアの代表的なスピント・ソプラノの歌手の一人であり、特にベルディやプッチーニ作品での歌唱で知られた。イタリア国外でも3度にわたる NHK、イタリア歌劇団公演での来日など幅広く活躍した。 アントニエッタ・ステルラ、本名マリア・アントニエッタ・ステッラは1929年3月15日、イタリア・ウンブリア州、ペルージャに生まれる。地元のリセウムジカーレディ・ペルージャで学んだ後ローマに出て、サンタチェチーリア音楽院で学ぶ。1949年に、ボローニャ、1950年に、スポレートでそれぞれ行われたコンクールで優勝し、1950年に、スポレートにおける、 ベルディ、イルトロバトーレの公演で、レオノーラを歌いデビューを飾る。翌1951年には、ベルディ、運命の力のレオノーラで、ローマ歌劇場にデビューするが、この公演でのドン・アル・バーロは、マリオ・デル・モナコが歌っていた。早くもイタリア国内はもとより、シュトットガルとビースバーデン及び、ミュンヘンなど、当時の西ドイツの歌劇場にも、客演を果たす。 スカラザニは1953から1954年のシーズンに初出演を果たし、ベルディ、オテロのデスデーモナを歌って、表題役のデルモナコ、ヤーゴのパオロシルベッリと共演した。スカラザニは1963年まで定期的に出演し、ベルディでは、椿姫のビオレッタ、ドンカルロのエディザベッタ、仮面舞踏会のアメリア及び、アイーダの表題役、プッチーニでは、 トスカと、蝶々夫人の表題役、ラボエームの耳といった役どころを歌い、その他、ジョルダーのアンドレア・シェニエのメタレーナを、スカラザでのレパートリーとした。1955年、ステ・ラは、ウィーン国立歌劇場、パリのガ・ルニエグー、ブリュッセルのモネ劇場及びシカゴリリックオペラにデビューし、翌1956年には、メトロポリタン歌劇場にデビュー。 メトには1960年まで出演し、その間の1958年には日本の基本画を彷彿させるような、超超夫人の新演出の舞台では称賛され、イルトロ・バトーレの新演出での歌唱も熟練さ、かつエレガントで魅惑的と評価された。メトへのデビューと同じ1956年には NHK 将平、 1> 第1回 NHK イタリア歌劇団のメンバーとして日本を訪れる。しかし、この公演では、ステッラは、たった1日しか歌っていない。ステッラは、アイーダとトスカの表題役を、ルチアーナベルトッリとのダブルキャストで歌う予定であったが、マネージャーと揉めていたところに、随伴の指揮者ビットリオグイとソリが合わなかったことが、重なって、 東京宝塚劇場でのアイーダの初日の公演を歌っただけで帰国してしまった。ステッラの帰国のとばっちりを受けたのはベルトリで、宝塚大劇場での大阪公演でアイーダ鬼屋に,に渡って歌ったところ声が出なくなり、宝塚大劇場でのトスカの公演は取りやめとなった。前述のように目とでも好評を博したステッラであったが、病気を理由にして1960年の シーズン閉幕を待たずに帰国する。ところが、帰国して一週間経たないうちに、スカラザの舞台に立ったことから、メトから訴訟を起こされ、最終的には2年もの間アメリカの舞台への出演が禁じられることとなった。1963年には、第4回 NHK イタリア歌劇団のメンバーとして、再来日。オリビエロ・デ・ファブリティースの式で、イルトロ・バトーレのレオノーラを、 クラウディア・パラーダとのダブルキャストで歌い、日本初演となる、プッチーに、西部の娘のミニーも歌った。この時は、トラブルはなかったものの、同じ1963年に、スカラザで、フランコ・コレッリとの共演による、西部の娘の公演は、調和が取れず、以降スカラザで歌うことはなかった。1967年にも、第5回 NHK イタリア歌劇団で3度目の、 来日を果たし、ファブリティースの式で仮面舞踏会のアメリアを歌った。スカラザと決別後は1975年まで主にローマやナポリで歌い、その後引退した。ステッラの活躍した時代のソプラノには、マリア・カラスとレナータ・テバルディという二つの巨星がいたため、ステッラを含めた同じ世代のソプラノはやや影が薄くなったかもあるが、ドニゼティ、シャモニーのリンダ・ヤマヤ・ア、 アフリカの女、ベルリ、レニャーノの戦いや、シモンボッカネグラを含む価値あるレコーディングを行った。イタリアソプラの会で馬力で歌える人は、そんなにいないと思います。イタリア歌劇団に関わった元 NHK、チーフディレクターの竹石秀夫による、ステ、ラ表である。ありがとうございます。